はい、こんにちは。えー、サングリを育ててみました。えー、相手は赤が3体いるので、こちらは青星4単色にしました。えー、青星4単色チームです。はい、では行きまーす。えー、盤面に結構青は来てくれているので、 えー、とりあえず、とりあえず、悪くなさそうなので、ここ行きましょうか。めちゃくちゃいいの降、すっごいの降ってきてくれましたね。これは良すぎますね。それでは、まずはキリルで、こちら攻撃力を上げて、で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 は、えー、ジーラレイでアズラルを倒しましょうか。 えー、さらに、えー、真ん中に、えー、サファイアを当ててー、えー、サングリオはじゃあ温存しまして、温存しましてー、えー、ボディルカウンターを発動し、えー、では、では、ちょっと初期盤面が良すぎて、良すぎて、 えー、戸惑ってます戸惑ってますえー、あんまり選択肢もないんですかねではここ行きましょうかーえー、今はパズル面であんまり選択肢がないのでここ行きましょうかーえー、フロストがスキルを発動しちゃうのでここ行きましょうか えー、ここに青が降ってきてくれると助かるので、ここ行きましょうか。はい。では、えー、青を空打ちしまして。えー、1ですけど、一ですけど、使いましょうか。で、さらにここ行きまして。はい。順調ですね。 えー、それではこちらステータスアップをし、ジーラレイを使い、えー、さらにではカウンターを発動し、えー、どうせ回復されちゃうので、えー、たくさん弾をできるだけ当てておいて、できるだけ弾当てておいて、えー、まずはミニオンを倒しきることを目指しましょうか。はい、ミニオン減ってくれましたね。 えーではサファイアは2まで貯めて使いたいのでここ行きましてはいではえ回復をしてここ行きましてえ最後ターンに粘られるとめんどくさいのでえ一気に倒す作戦ですえこちらマナを貯めておいて一気に倒す作戦です はい。では、えー、ターンに対して、もう一回左に球を集めておきましょうか。ターンに一回スキルを発動させて、で、えー、これが切れるのを待って、えー、1ターン、2ターン、3ターン、 えー、4ターンはいそれではそれでは一気にいきましょうか、えー、ターンの復活地獄を回避するために、えー、もう盤面もはいありがとうございました、えー、最初にサングリをスクショ取りましたがあんまり活躍しなかったですね はい、ありがとうございました。